すでに試合から半年の時間が経っておりますが、いろいろと思い出しながら今編集しております。今回は川崎フロンターレの本拠地等々力競技場へとお邪魔した際の様子を紹介いたします。最寄り駅は武蔵小杉駅とのことですが、ここはすごいですね。とんでもないタワーマンションでボコボコ立ってます。エレブ感あふれる商業施設もね、もうちらほらあって、川崎サポーターってセレブだらけなのかななんて思ったんですが、少し歩くとね、庶民的な住宅街がね、目の前に広がっておりました。少しね、安心しました。駅から徒歩20分ほどですね。あれが等々力競技場です。こう近くで見るとね、結構大きいですね。でこの日はなんと北海道のローカル番組水曜どうでしょう、このねコラボイベントが行われておりました。まあ、試合はねさておき、そっちメインで来ている人もねなんか多かったなって印象です。あ、明らかにサッカーじゃないなみたいな感じの、ね、人結構見ました。でトークショー始まる前にね、おんちゃんを発見いたしました。川崎でねおんちゃん見るっていうのはちょっと不思議な気分になりましたね。でもう見ての通りね、ものすごい人だかりでね、近づくことはねちょっとできませんでした。すごい人気だなと。で後ろね振り返るとですね、別のおんちゃんがねいました。これ偽おんちゃんです。偽おんちゃんね、ただ中身はねヤスケンさんではないんですけどね。でこちらのおんちゃんもね大人気でした。あのちびっことかね、大きなお友達が絶えず見がっている感じでした。でこの偽おんちゃん、この後ねどうでしょうのディレクター陣のトークショーでいじられてました。なんか偽物がいるんだよなみたいなでこちらフロンパークと呼ばれるスペースなんですけれども、いろいろと出店がね並んでいました。私はね名物とね聞いていた塩ちゃんこね、こちらですねいただきましたね。優しい味でした。ここでね、あ、それにしてもねすごい人だかりでした。結構わ人いるなーっていう感じでしたけどね。で試合中のね発表で1万8000人以上来ていることをね知りました。まあ確かにそれぐらいいたかなと。でだいぶまあコロナ禍で2年ちょっと経ちましたけどね、このタイミングではねだいぶ人戻ってきてるんだなーっていう印象を受けました。まあどうでしょうね、イベントの効果もね大きかったんじゃないかなとは思います。でさらにねこの日はあの野々村チェアマンののさんと我らがミスター鈴井孝之さんのねトークショーもありました。全然見えなかったしね、全然聞こえませんでしたねまあそれぐらいねちょっと人気ありますからね、人がいたっていうことですね。もう集客にはかなり貢献したんじゃないかなと思います。でミスターはねバッチリ赤黒のねユニフォームに身を包んでいました。ね、これがすごく良かったですね。あくまで札幌の代表として行ったって感じでしたね。さあスタジアムの中ですけどね、こんな感じです。メインスタンド側はね増築しているそうで、遠目でもねかなり立派だなって印象を持ちました。なんかねカンプノーみたいだっていう感想がねこの増築の時に選手の口から出ていたらしいんですけどね、まあまあまあ納得いく、まあそれぐらい立派かなっていうね感じでしたね。わかる気はしました。で試合ね始まる前にちょっと雨が降ってきましてね、まあちょっと濡れそうだなと思ったんですけど、このスタジアムあのほとんどの席のね上に屋根ついています。前の方はちょっとね濡れちゃうみたいですけども、少しね奥の方の席はね濡れること全くなかったです。快適に試合を楽しむことができました。これね助かりましたね正直ね。で試合開始前にはねミスターと中村健吾さんの PK 対決をやっていましたけどね、ミスターが大きく吹かしてねもう会場が盛り上がってました。であとねちょっと動画には撮っていませんが、あのサプライズメッセージとして試合前にね大泉洋さんからのメッセージがね場内に流れていました。これね驚きました。ですごく盛り上がってましたよ。これ川崎と札幌の試合で川崎でこの V 流れるけど私はどっちを応援すればいいんでしょうみたいなこと言ってましたねどっちも頑張れみたいなのがねまとめ方してましたけどね。で試合の方ですけれどもね、まあ、画面の方にね出している通り残念ながらね2対5とボロ負けしてしまいました。
分ぐらいまではね、いい試合してたんですけど、まあ、バテたところでやられたかなと。怪我人も多かったですからね。で、小林優が2得点。これもう、ほんとね、何度札幌から点取るんですかね、この選手はね。またかよ。あの、点取られた瞬間、またかよって、ちょっとつぶやいちゃいました。本当に、またかよ。というわけでね、試合自体はね、残念でしたけれども、まあ、噂にね、名高い、轟競技場をね、堪能することができました。川崎の企画力っていうのはね、すごいなと思います。一方でね、どうしてこのどうでしょうコラボをね、札幌でできなかったのかなっていう、ね、ちょっと疑問というかね、まあ、不満もね、湧いてきました。まあ、川崎のね、見習うべきところっていうのはね、札幌も見習っていきたいな、見習うべきだなとは感じました。というわけで、今回は以上となります。それではね、次のスタジアムで会いましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。